多少痛いのは勘弁しろよ。言うではない、よほど腕に自信がある。ああ、手加減をしてやるよ。後悔するな。好き私はこの時代の人間ではありません。昔ここで耐えたフレーゼ家のものです。この魔道具、時渡りの首飾りで過去からこの時代にやってきました。この魔道具には死んだ父の残留思念が宿っていて、いつか完全に私は意識を奪われるでしょう。父は何か恐ろしいことを考えているようなのです。私はそれを止めるため、まだ意識のあるうちに死のうとしていました。お前はそれでいいのか。え、死にたいの？そんなはずありません。だったら死ななくてもいいように努力しろ。でも私は父の意識に逆らえない。この首飾りを捨てることもできない。じゃあ俺が止めてやる。私を殺してくれますか？お前が親父に操られてとんでもないことをしそうになったらな。